日向霧島神社ですね。バッテリー少なくて手入れが必須になっております。あれ、とんでもはいでもないな。なんか槍みたいになってますね。削ったような跡が3箇所ありますね。これは自然の地形なのかな。日向霧島神社にあるカジキ基地跡ですね。気温に乗ってますね。どこにあるんでしょうかね。ですが、ちょっと
といけないですよね。もしかしてこっちから行けないとか、なしにしてよ。それらしいとこがありましたね。船は出しやすいですよね。こんな感じになってます。岩場がなくなったとこです。しないといけないですね。うわ、えらきついな。ああ、見たところ、そこにはないですね。このヤブを越えるのか。そこそこ谷になってるな。ちょっとこれはむずいな。雨降りだしたし、
てね。どっかにあるはずなんですがね。違うな。違いますね。浅すぎますね。もうすぐに先の先端ですけど。出しやすいですね、ここだ。ありました、ありました。えらいゴミが溜まってますが、ここで、ここですね。ありました。だいぶ埋もれてしまってますね。一つしかないのかな。あれ。こんなに穴掘らなくても、このヤブじゃ、昔はヤブだったかどうかわかりませんけど、米軍には見つからない気がするんですけどね。いや、もう岬の近くですね。岬の方にはまだあるかもしれません。こっから引っ張り出してきて、こっから出底したんでしょうね。まだ向こうに回るとあるかもしれませんね。